組と呼ばれる裕福な家庭の副葬品である儀礼用ナイフ。伝説の人物ナイムランプの衣装。神聖な顔、片切った水差しトゥクメの若軍士官文化は、ペルー北部沿岸で750年から1350年頃のプレインカ時代に栄えた文化。南イリノイ大学人類学科教授の島田泉により名付けられた。士官とは、ガツの神殿を意味する。地名から、ランバイエケ文化とも呼ばれるが、これらが別々の文明なのかどうかは論争の的となっている。文化的変動に基づき、前期、中期、後期の3つの時代に分かれる。前期士官時代は、およそ750年に始まり、900年に終わった。士官はおそらくもチェ文化の末裔であり、異物の文様に共通性を持つ。他の類似したグループにカハマルカ、ワリ、パチャカマックがある。異物からは、士官文化の人々がエクアドルからウミギクガイやイモガイなどの大型貝類、北のコロンビアからエメラルドと琥珀、南のチリから青石、東のマラニョン川流域の金の鉱液網を保持していたことがわかる。このように、士官文化の優れた品質の土器や、ナイペと呼ばれる通貨を貝や鉱物等と交換し、周辺の異文化との交易が盛んであったと考えられている。800年頃、ラレチェ渓谷のバタングランデにポマという都市が作られた。中期士官時代は900年から1100年の間続いた。バタングランデは、政治、宗教的中心地としてこの時代栄えた。バタングランデには、多くの熟練した、金工職人がいた。バタングランデの支配者の墓には、金銀の大杯、エメラルド、真珠、そして、半旗石と貝殻と羽で飾られた黄金のマスクをつけたミイラが納められた。その他に粘土、貝殻を散りばめた木、そして織物が海鳥、魚、水中の海菊貝を描いた。これらの貝殻は北のエクアドルで集められた。また型を使った土器製作が盛んで黒くて光沢のあるのが特徴。ある程度の大量生産が可能で、金属製品とともに交易品として使われた。加えて、発掘された墓にあった遺体の生物学的調査や、土器に表された人物の造形から、異なる文化的、民族的背景を持つ人々が暮らしていたと考えられている。スペイン人がこの地にたどり着いた時の記録によると、最高位の役人は支配者が歩く場所にウミギクガイの子を巻いて丁重に歓迎する役目だった。ランバイエケ渓谷の織物は特徴的な目と三日月の頭飾り、海のモチーフ、スリットの入ったタペストリといったモチエと割と現地の要素が組み合わさっている。後期士官時代は1100年頃始まって1375年頃のチムー王国による征服で終わった。1100年頃、バタングランデの地は放棄され、焼かれた。新たな中心地は、トゥクメに移った。これは30年以上続いた干ばつのせいとされている。士官文化の人々は、黄金で装飾された、儀礼用のナイフ、トゥミを使用していた。最初期のトゥミが発見されたのはこの時代からだった。士官は、海岸沿いの地域で、ペルー北部からエクアドルとの国境近くまで、広がっていた。その範囲は、ランバイエケ地方に及び、モトゥペ、ラレチェ、ランバイエケ、サナ渓谷を含む。ありがとうございます。